そのものになる。だが負けるわけにはいかぬ。行くぞ、マスター勝者よ。これが新しいセラフ。日ごとに出現し拡大していく我らが領土だ。聖杯戦争のルールで守られていた。かつてのアリーナとここは勝手が違う。端的に言うと誰もが平等なのだ。ここではマスターであれ攻撃の対象になる。敵は世だけではなく我が主であるそなたにも襲いかかってくるだろう。うむ、ちょうどこの先に大量の適正プログラムが集まっている。先に進めば間違いなく戦闘になるな。我が奏者は極上の獲物、天上の果実ゆえな。うむ、世だってそうするぞ。うむ、そうなのだ。世も今気づいた。うむ、そなたが帰ってきてくれたことで舞い上がっていたようだ。せっかくの晴れ舞台、すぐ隣で世の勇姿を見てほしかったが。奏者よ、そなたは後方に下がっていてくれ。マスターを守るのがサーヴァントの役目。寂しいが戦いは世に任せておけ。な、何を言うマスター。世は嬉しい、まことに嬉しい。だがそれはそれ、これはこれだ。こたびの戦いは一騎打ちではなく乱戦。そんな、つながりを感じている。以前より強く。確かに、もしやこれは世の仕業なのか。離れたくない、もっとそばにいたい、そんなことばかり考えていたからレガリアが勝手に発動してしまったと。
ったな。今は姫ごとより戦いの時、しかも大事な初陣だ。舞い上がっている場合ではなかった。さすがは我がマスター、頼りになる。主からの号令は受けた。あとは余がその期待に応えるのみ。さあ行くぞ奏者よ。その後でどうかね。アグレッサーの破壊を優先してセクターを制圧しよう。気持ちよく終わったぜ。そっちの調子はどうだい？